わかんない。多分火力の分やっぱり球の方に分があるのかなって気もしますが、 SA はさあ小川が昇竜キャノンです。これは球は腹部ではなく連突。さあ PA 決めて、あの多分ショーンがゲージ作るまでに急に PA された時のリスクリターンが凄まじいことになってる気がするな。投げて、さあうまく逃げる、いいブロ、うー投げがちょっと遠い。まあバックステ前してが非常に速いが、前歩き怖っ。なんだ今の。中足でとがめて移動投げ、当たってる、でも残るボールから、いやあ1ラウンド目から最終奥義をぶっ放していきました。 TM さんがマジで笑ってます。会話からおもろいも見せてくれるね。俺も打つと思わんかったわ今。さあ PA2 回から、しゃがみたいパン、バイブロフか。さあ体力差はあんまりないが、9が PA してるとね、ライブ的には同じくらいの体力になってる可能性もあるので。さあこれはしっかりキャノンまでつなげてリープ、ううなお上りブロがいちいちうめえ。最速のタイミングでちゃんとリバイ入れてないと入りませんからね。うわー突進の発生前に投げていくと、あーここは大膝か。まあそもそもねタメキャラがね上り風呂ちゃんとやるのむずいんですよ。タメたいからそういうとこサボんないんですよね、やっぱりね上級プレイヤーは。ほんとにさあ PA 大足一発なら魔球の方がリターンありと言っていいでしょう。うーん確認、さすがの精度。 PA2 回で完全体、いやーっと一声、1ラウンドに突進2発、安定した瞬間に 2P 側から悲鳴が聞こえました。はい、さあまずは TMQ、 Welcome to the world of TMQガチガチでしたね、はい、ボールはしっかり当てていく。さあ SA 変わらずで次の試合どうなるか。 B1 回ビンタ大きい、そしてしゃがみは痛いね。さあ投げて、そしてスカル、なるほど膝大取る、うううううバーストじゃないとあの PA に確定取るのなさそう。ハイトルかバースト以外ないんじゃないあれ。うーまあやる気怖いけどいい加減にしろの中足キャノン、前捨てボールからどういうセットプレーがあるのかよくわかんないけど前して4回5回移動投げは入って今移動してなかったけど、前して5回で引き台系、あの技スパキャンもできます。スパキャンというかあのキャンセルができますね。さあ PA クイック取ってないの確認して PA から投げて、ダメージ緊中継捕獲、なーずらしてきた緊中継突進からの煙突。さあ PA もう一回、これは隠ったっぽいけど EX でもあんま減んねえな、減らねえ。EX だぜ今の、前して投げ、火力の差を存分に見せつけました。勝ったのは DMQ。